こんばんは、竹太郎です。今日ちょっと田上さんから、まあ、呼び出し食らって今来てるんですけども、今待機してます。おお、来た来た来た。おお、田上さん、田上さん、田上さん、何だよ貴様。え、何何何、怖いです、怖いです。危ない危ない。なんだよあれ、危ねえな。お、危ない危ない危ない。マジ危ないぞあの人。おいおいおい、お、トムさん、おいおい、あ、トムさんや。これなんで今ここにいるんだっけ。いや、来たじゃないですか。だって呼び出して僕待ってて、そしたらさっき暴力振るわれそうになったもん。え、なんすあれだ。え、人格が変わってしまったのか。相模は今年から右打席も立つということで、左右両方の打席に立つ場合は人格を変えた方がいいと徳さんからアドバイスをいただいたわけです。人格を変えていくとや。左の田上健一、はいはい、穏やかだったとしよう、はい、右の田上健一はやんちゃになるぐらい。やんちゃに変わってたんだ。どういうコントロールできないんですか。ちょっとまず聞きたいのは、はい、このバットたちは何なんですか。ちょっと倉庫を整理してて、おお、はい、そこでこう、あの特産 TV ハウスにこうあったバット持ってきたんだけど、はい、でこういうバットたちって使ったことがないのよね。そうですね、うん、じゃちょっとちょうどいい機会なので、はい、ちょっと今日バッセン来て、ええ、いろんなこれ全部バラバラなのよ、種類がバラバラっすね。そう、重さも違えばグリップも違ったりして、これ打てないでしょ。これは打てない。これいろんなバット振るってなんかいいことあるんですか。このバットめちゃめちゃ重い。あのよく海星がネクストとかで振ってる、はい、重いやつを振った後に軽いやつ持って素振りとかしたらキレが出せたり。あ、キレ、うん、へぇ、そういうのあるんだ。ちょっとスイングスピード上げたりとか、はいはい、わかります。そういうのもできるから。あ、じゃあまずはイオタのバット。イオタのバットわかりました。はい、座っていい。なんかこれすごい重いね。重い、うん、ボールとバットがさ、はい、あと感触が重い。へぇ、バントとかしたらいいんじゃん。バント、うわ、めっちゃいいよ。めっちゃうまいじゃん。打った感じ飛んでますよね。そう、だけどくっつく感じが普通に集中するよ。うまっ。なにこれ、いい鉄棒っすね。やばいだろ、これで打てたらもう何でも打てると思うけど。どうすか、どうすか。なんかでも思いのほか打てる。あ、いいじゃん。いや、これセンスがあるからできてる。いい。おー、座ってる。いい練習だ。え、どうしました。手先だと、はい、触れない。しっかりと体を使ってやらないと、はい、このまま触れないから。へえ。これいい練習だ。なるほど。座席は軽いバットね。軽いやつね。軽いやつ。今、打ったから。どうなるんだ、これ。ちょっと待って。軽そう。キレイやん。キレイが違う。パッと思って、はい、スイング鈍いなみたいな。ありますね。これやったら多分それないよ。なるほど、うん、じゃあ次は何ですか。グリップ。いいっす。うん。ヘッドが、あ、すごい。はいはいはい、ヘッドが返りやすいあのバットだと僕はなんかゴロがいっちゃったんですよ。やっぱタモリさん合ってません。なんかね、いいこれ、ヘッドが返りやすい。あ、そう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 。おお、いい。あ、そう、タモリさん、ちょっとすいません、今思いついちゃった。全然このバットとは関係ないんですけど、絶対セーフになるセーフティー。セーフティー、ええ、そう、絶対セーフになるセーフティーがあるわけないし。やっていいですか。絶対ないセーフになるセーフティーがあるんだよね。出ました、トラを。おお、こういうことなんだよね。おお、今のはセーフだわ。バントしてないから何をしたらスタートが切れない。いや、それさ、あれじゃん、横弁のさ、トノマがやってたやつ。あれが絶対セーフになるセーフ。あれがフェアゾーンに転がれば、はい、まあセーフだと思う。あ、そっか、左打席、はい、
始めたからちょっとおかしくなってたね。あのセーフティーバントの方法に気づいてない、動かない日本人バカ。ただこれは真似しない方がいいですね。こうやるじゃないですか。ボールがね、もしこう来たら皆さん、やめてください。次はこっちで持ったら重くなって、はい、こっちで持つと軽くなると。はいはいはい、ローリング、ローリングだもんね、はい、このバット。今度右でこのやつやる。右、ちょっと怖いな。右怖いな、性格が怖いこっち持つと重いから。ああ、はいはい、ワッペの、お、実打可能のトレーニングバット。お、これでいいか。いいですね。これでいくとややっこいわ。お、ややっこいわ。なんか向こうみたいな、向こうさんがこれ、向こうさんがなんかいいバッティングした時みたいな。おナイスバッティング。おお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 おどうでしたか、大量のバット。いやなんか使ったことないのもたくさんあったけどさ、はい、いざ使ってみると意外といいのも多かったね。いや、本当ですね、うん、だから僕、レボルのオレンジ色のバットとか、うん、僕まだ使ったことがなかったんで、あれですけど、振りやすかったね、そう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 、はい、なんかいろんなバット振ってみてどうでした。なんか、はい、やっぱバットによってそのバランスとか重さも違うから、はい、その、なんだろう、用途によって使い分けたらいいのかなっていう気がするね。あ、なるほど、うん、だ今だったら重いのを振っておきたいとか、はい、今のその体調的に疲れてるからちょっと軽いバットでキレ出したいとか、はいはいはい、うん、やっぱりなんか掛け合わせるといい練習って生まれるんですね。いや、そうそうそう、やっぱね、工夫ですね。くれぐれも人格には気をつけてください。そうですね、人格変えすぎると友達いなくなりますから。じゃあまた、以上です。チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。お願いします。アッパレがスポーツマスクを福井県の小杉織物さんと共同開発しました。すべてのスポーツ人におすすめ、その名もフェイスアーマーというイケてる名前。 T シャツでも人気だったサンダーの柄を取り入れたおしゃれマスク、ぜひぜひチェックしてみてください。